残酷な相話。山本周五郎作。堀の南の洋食屋四丁目で、東浦バス会社の会計主任が三人の運転手にビールをおごりながら話していた。彼は32歳くらいで、名は杉田春といい、周囲の人たちに春さんと呼ばれ、誠実さと頭の良さとで大層敬愛されていた。細面で色が土地のものにしては白く、濃い眉毛にも嫌味はないし、真っ白で丈夫そうな歯を見せて、笑いながら話す口ぶりは静かで考え深く、自分で納得のいかないことでもすぐには反対しない。よく検討し、確かめてみた後で、どうも月にゃ、うさぎは住んでねえようだな、と答えるということであった。おらは看護兵だっただ、と春さんはバスの運転手たちに話していた。おんどろの命の兵は看護卒と言ってたようだっけだが。やっぱりな、と運転手の一人が言った。頭が良くなくちゃ看護兵にはなれねえてだが、春さんはその自分から違ってただ、なせ。そんなこともねえさ。他の二人が同意を表する前に、春さんが言った。看護兵なんていうのは、普通の兵として役に立たねえものがなると言ってもいいくれえだ。運転手たちは反対した。病気の兵が多くて手の回らない時などには軍医の代診もするというから、ある程度以上の切れる頭を持っていなければならないはずである、と運転手は言った。春さんが会社の会計主任であり、自分たちがビールをおごってもらっているからお世辞を言っているのだと疑えるような気配はどこにもなかった。彼らは心から春さんを敬愛し、春さんの頭の明敏なことをむしろ自分たちの誇りにしているようでさえあった。こんなことがあったけど、と春さんは彼らの賛辞から身を避けるように言った。二年兵になった秋口、三連隊でひどく立ちの悪い風邪が流行った。なんとかインフルエンザって言ったっけ。世間でも随分流行ったが、肺炎を起こして死ぬものがたくさん出た。何しろこれが効くっていう薬がねえだから。病人の体に持ちこたえる力があるかどうかで勝負が決まるって安倍のもんだったんだ。注射してもダメだかい。せいぜい強心剤打つくれえだっけだ、と春さんは答えた。それはまあとにかく、と彼は話を脇へそらせまいとして続けた。おらが今でも覚えてることを話すべえ。まあ飲みながら聞いてくれ。飲むことは忘れねえだよ、と運転士の一人が言った。もっともおらビールよりもう焼酎の方がいいけどな。その病気の兵隊の中に、と春さんは構わずに言った。島田っていう初年兵がいただ。うちは確か能登の方だった。佐渡かもしれねえ。もう忘れちまっただが、相撲のように頑丈な体をした男で、その、と一番若い運転手が聞いた。うちが野とか佐渡だとすると、連隊区が違いはしねえかね。起流すればいいだよ。東京で起流届をしてあれば、桐生地の連隊に入ることもできるだ、
と春さんが説明した。麻布の三連隊って言えばおめえ、全国から入隊志願がわんさと集まったもんさ。そうだ、と他の運転士の一人が言った。三連隊って言えば名誉連隊だからな。その島田って初年兵は、と春さんは急いでその話題から抜け出した。英治病院へ入ると間もなく重体になった。軍はもうダメだからって、タイでは親元へ電報を打つと、島田のお袋と妹が駆けつけてきた。間に合っただかい。ゴインは間に合うまいと言った。おらは当番だったが、おらもこの様子じゃ、あまに合うめえと思っただ。と春さんが言った。それが何のおめえ、おふくろと妹がつくまって、ちゃんと持ちこてえたし、それからも持ちこて、続けただ。すると、治っただな。渋滞のまんまさ、と春さんは言った。もうダメか。今死ぬかっていう既得状態でいて、それがいっかな。死なねえだ。気もいっちゃうな。それどころの沙汰じゃねえさ。ゴインは泣けちまって寄りつきもしねえ。他にも患者は大勢あるってのに、俺は島田初年兵から離れることができねえ。春さんは白い歯を見せ、肩をすくめて当惑の気持ちを示した。なぜかって言えば、島田は今にも死にそうな渋滞が続いているから、時々強心剤の注射をしなけりゃなんねえし、息を引き取るときに、タイのものがついていなかったとなれば、軍の責任問題になる感情だべさ。なせえ。そうだな。三人の中では、年笠らしい28区になる運転手が考え込んだような口ぶりで言った。軍縮からこっち、赤の野郎が威張り系ってのさばってるし、軍としても国民感情には気をやまねえばならねえからな。おら、軍縮には天から反対なんだ。仮にもおめえ、国家てえものがあるのによ。それでもおら、まだいい方だった。と春さんは話を引き戻した。おらには交代てえものがある。交代になれば、休むこともできるが、気の毒なのはそのおふくろさんと妹だった。小さな痩せたおふくろと二十歳くれいの兄貴によく似た体つきの肩太りに肥えた妹とは、病人の枕元につきっきりで、弁当もそこで食べるし、手洗いの行き時の墓は一時も、そばを離れねえし、一睡もしなかったけだ。情愛だなあ。情愛だ。と春さんが言った。おらあなんぞ、軍務の看護兵だが、とてもあの二人の真似はできなかった。とにかく付きっきりで、一睡もしねえし、変わる変わる病人に話しかけては、泣いてるだ。おふくろも妹も目をすっかり泣き晴らして、いよいよ死ぬらしいと聞くたんびに、二人で島田に抱きすがって泣きひいるだ。それでも死なねえか？それでも死なねえ。と春さんが言った。よっぽど心臓が丈夫だったんだよ、ベーサー。軍医もこんなエコジな心臓にはこれまでお目にかかったことがねえって。
心臓がこんなに丈夫でも、よしやしだって言ってたっけだ。専門家にゃ専門家の意見があるだな。そんな状態が丸3日続いただ。春さんはまた巧みに話題のそれるのを防いだ。口で言うと3日だが、実際その場で当事者ともなれば、3日は5日にも10日にも半月にもつくだべさ。その間ちっとの暇もねえだ。ひょいとすると死にそうになる。二人が泣いて抱きすがると、いやまだだ。ほっとして助かるかもしれねえと思って、それはそれで、嬉し泣きをするてえと、すぐにまたそら危ねえとなるて、あんべえさ。三人の運転士は黙ってビールをすすった。彼らの顔にはそのエコジな心臓に対する反感が隠しようもなく現れていた。だが、助からねえものは助からねえ。寿命が尽きれば天皇様のお子様だって死ぬだ。と春さんは三人の目を覚まさせるようなことを言った。まあ、三日目の夜の10時頃だっけか。ちょうどおらが交代になって間もなく、島田初年兵は死んだだ。三人は春さんを見た。寿命が尽きれば天皇の子さえ死ぬというショッキングな指摘と、さすがの心臓がついに兜を脱いだという表現とで、眠りかけていた好奇心がにわかに生気を取り戻したようであった。そうだかい。と運転手の一人がテーブルを撫でながら今にも笑い出しそうな、しかし悲しみの味を聞かせた調子で首を振りながら言った。やっぱりなあ。おらあ、当直の軍医を呼んだだ。春さんは淡々とした口ぶりで続けた。やってきた若い軍医は、脈を見、心臓へ聴診器を当て、瞳孔を見ただ。それから椅子に腰をかけて、患者が間違いなく死ぬのを待ってたっけだ。しょうべいしょうべいだな。これはしょうべいじゃねえだよ。春さんはちょっと気を悪くしたようであった。しかしそれを表に表すようなことはせず、オクターブを半音下げたくらいの声で続けた。そのうちに島田初年兵の心臓が止まっただ。軍医は用心深い人だったから、うっかり信用はしねえ。聴診器を当てたまま辛抱強く、様子を見てただよ。だが心臓の止まったにゃ、嘘も隠しもなかった。そこで若い軍医は聴診器を耳から外し、ゴム管をぐるぐる巻きながら、お袋と妹に、ご臨終ですって言っただ。軍隊でもやっぱり、そんな風に言うだかい。するとな、春さんは質問を無視して続けた。その島田初年兵のお袋がしょぼしょぼした目を拭きながら大きなあくびをしただよ。何をしただって？お袋のあくびが映ったもんか、妹も同じように大あくびをしたっけだ。春さんはその時の情景をかみ味わうかのように目を伏せて10秒ばかり黙り、それからゆっくりと頭を左右に振っていった。三日三晩、一睡もせずに付き添ってただし、泣くだけは泣いた後だから、不思議はねえだろうが。息を引き取ったと聞いた途端に、
その母親と妹が枕元でおめえ。そこで春さんは口をつぐみ、年笠の運転手が大きなあくびをした。